こんにちは、デリッシュキッチンです。たこ焼き器で焼きおにぎりを作ります。ご飯1合分の9分の1の量をラップにのせて包み、一口大の大きさに丸めて握ります。豚ロースしゃぶしゃぶ用肉 120g の9分の1の量を広げ、塩コショウ少々し、おにぎりをのせて手前から巻きましょう。軽く握って形を整えます。同様に計9個作りましょう。ご飯1合分を用意し、卵1個、かつお節 8g、 めんつゆ3倍濃縮大さじ 1/2 を入れ混ぜ合わせます。9分の1の量をラップにのせ、包んで丸く握りましょう。同様に計9個作ります。キムチ 70g を用意し、キッチンバサミで細かく刻みます。韓国海苔15枚はちぎりましょう。ご飯1合分を用意し、キムチを加え混ぜ合わせます。9分の1の量をラップにのせ、包んで丸く握りましょう。ラップに韓国海苔を広げ、おにぎりをのせ、韓国海苔をかぶせるように包んで軽く握ります。同様に計9個作りましょう。たこ焼き器にサラダ油を適量、薄く塗って中温で加熱します。それぞれのおにぎりを入れ、カリッとするまで転がしながら焼きます。卵焼きおにぎりとキムチ焼きおにぎりは取り出し、焼肉のタレを適量かけ、絡ませながら焼いて完成です。一口サイズが可愛い、パーティーにぴったりのおにぎりです。